感じます、努力の匂い。うわ、ちょっとこれは生半可なあれじゃ売れないな。僕があるとコットン、空気階段。でもオーサルって結構エリートね。西村とか天下取るつもりで本当に来てる。全員売ってたダボルール。さあ、始まりました。人気芸人ボコを描いて今月の先生はクラゲ先生です。吉本 YCA その生徒さんたちが今日も見てください、はい、すごい。いやいやいや、ありがたいです。お二人のためにこういう、はい、でこれ僕らの写真。僕らの、あ、でもちょっと爪が甘いです。あのほくろがない、はい、いやだから今までコットンとかオズワルドとか空気階段同期の方が来てもこれなかったですけど、僕らだけやっぱあれ感じます、努力の匂い。努力型すぎたやつら。当時、はい、僕がね、はい、あの13年前偉そうにお二人を捕まえてあだこだ言ってたっていうの、はい、全く逆でございます、はい、それから、ね、卒業して、はい、M1 ファイナリストになる、はい、その間にどんな学びがあったのか、はい、どんな心持ちで今日に至ったのか、はい、逆に学ばせていただこうというチャンネルなんですよね。よく基本 M1 最下位で紹介されることで、今ファイナリストって言っていただいて、もう今日はもう嬉しいです。いやいや、温かいね、最下位って言われるからね。はい、あ、そうですか。じゃあ僕の中では絶対最下位だと思います。嬉しい。嬉しい。いや、もうあの、今まで5組ぐらいファイナル行ってるんですけど、はい、初めてですかね、決勝前に LINE したの。ああ、ね、杉さんには LINE してないんですよ。そうですね、あの渡辺さんにも、ね、ああ、いい、その前にご飯行くタイミング一回逃してる、ありましたね、早くして、なので、でもほんま嬉しくて、あ、なんか一言振っちゃったら初めてです、実は教え子の中で、あの、そのこれはやりました、もう大偉業ですみたいな、ああ、はいはいはい、送っていただいて、はい、で、それに対して俺はそのちょっとちょけて返すとかは絶対無理だと、うん、いや、まあまあ確かに、ありがとうございます、頑張りますでも絶対それ、はい、僕は楽しんできてねっていうことだったね、確かに、ね、それぐらいのあれでしたけど、はい、いやでも本当に貴重な体験というか ね、 うね、これまでもあの頃覚えてらっしゃいますか、杉さん。もちろんです、めちゃくちゃ覚えてる。で、今でもあのネタ合わせとかで話すときに NEC の時ああいうのあったなって今でも話すんで、講師の先生に良かった組でこうシールもらえるんですけど、大体1枚ぐらいしかないんですけど、僕増本さんから2枚もらってます。これは奇遇だね。俺もね、増本さんから2枚もらって、ちょっと待って、じゃああとさ、お前増本さんだけじゃん、増本さんだけ、増本さんだけ2枚。あ、すごい、これね、あの、ね、はい、情報量が多すぎて、僕ちゃん頭パニックってますよ、はい、で、M1 最下位ですね。ちょっと待って、結婚します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 、で、終わった後に家族に申し訳ないけど、ちゃんと話させておりみたいな。いや、すみません、もう本当、展開が早い。まず今それお持ちなのは当時の NEC の下げてたやつですね。当時のストラップですね、これ。いや、これ13年経っても持ってるんですね。持ってますね。で、これがすごいです、このいや、これです、このシール表、はい、これすごいですよ、これ。いや、これまで来たオズワルド、コットン、空気階段全員言っていた謎のルール、NEC でシールが良かった、ネタが良かったらシールが配られるっていう、そうそうそう、あれって幻だとか作り話だと思ってる方いらっしゃるかもしれないですけど、これです、これです、これです、これで後ろに講師の名前が書いてるんですけども、って書いてるんです、その緑が僕なんです、はい、逆に今このシステムないんです、ない、なんか優劣、あの頃はだから NEC が土地狂ってましたね。やっぱそのおもろかったやつにシール貼るってちょっと変だな、はい、いや、おかしいですよね。しかもこれもシールもらえてないやつはがっつりこの前に、はい、でももらえてるやつ裏キラキラしてるやつはちょっと見えるようにしてる。それが HP というか、はい、もう戦闘能力になってる。でも17期杉さん振り返ってみれば、はい、すごく黄金の期になったじゃないですか。そうですね、なりましたね、はい、初め入ってきた時に福岡からこう出て、まあ、福岡出身ですけど、はい、入ってこられた時の NEC の印象ってどうでした、はい、その強者揃いの NEC。いや、でも僕たまたまですけど同じクラスにコットンのキョンがいて、はいはいはい、その最初の演技の授業でキョンの見たら、うわ、ちょっとこれは生半可なあれじゃ売れないなというのは思いましたね。わかるね、はい、彼はこう演技の授業で光ってたのがすごい、光ってましたね。でもこんなやつがゴロゴロいいんだろうなと思ったら、ちゃんと今すごいやつじゃないですか。そうです
あの気は楽ですよね、今思うと。渡辺さんどうでした、入ってきて。この僕は1組で、今思うとオズワルドが2人いるんですよ。で、もうやめちゃいましたけど、鈴木作造って言って、作蔵さん、芸歴6年目なんですけど、リセットして NSC 入ってきて、ちょっと先輩なんですよね。そのほどにエンタとエンタの神様出てたんですよ、うん、同期にエンタ出てる人が何組か言って、マジかマジかよってなって、そいつの演技とかネタ見た時に、あ、俺なんか普通に思い出作りで来てるかもなって思いましたね。全然自分が、あ、絶対無理やんって思いました。だって片やアナウンサーっていう態度を立って入ってきた西村さんがいて、やっぱりちょっと思い出作りというか、なんとなくこうなんか心境の違いを感じたっていうふうにも言えるんですか。全然違います。西村とかは多分天下取るつもりで本当に来てるんですけど、俺らは芸人に憧れてまだやってたんで、 NSC 生で、俺らっていうか俺らね、ちゃんと俺も一緒にしたの、なるほど、ね、お二人の NSC 時代は初めての印象とかってあるんですか。いや、喋ってねえよ。 NSC 時代はない。全くないです。全く接点もない。そうですね。2年目、3年目ぐらいでライブ一緒になった時にご飯行ったぐらいです。あ、はい、その時に、はい、そのぐらいです。だって渡辺さんはずっと伊藤さんと仲良かったんですもんね。まあ、1組の中でね。で、で伊藤がなかなか授業に出ないやつだったんで、はい、明日のラッキーダンス T シャツ持ってこないと怒られるぞとかを俺がメールしてあげてまだ LINE がなかったんですよ。当時から一緒だ。メールしてあげてて、だからあいつがあんな風になった時に俺には恩がある。金貸してくれって言ったらすぐ金貸してくれって、ああそうですか、おはようよりも前に1万円貸してくれって言ったら絶対おはようよりも前に、そんなこう全然ね、ひぎなに喋らなかったお二人が寮に、あ、ご飯を食べに行こうってなったきっかけとかは何だったんですか。なんかやっぱり最初の1年目は普通のライブの仕事よりカメリ派の仕事だったりとか、なんか結構手伝いの仕事で、やっぱそれ終わりにみんなで行こうかみたいな感じが、2人で飯食おうって感覚ではないです。なるほど、なるほど。そこから、コンビ結成に至るの、僕はそこ知らないんですけど、はい、これ何回も聞かれてる話かもしれませんけども、はい、なんかあえて聞いたいんですけど、どんな一冊だったんですか。杉は普通にずっとコンビ組んでたんですよ。そうです、その厚揚げ。厚揚げですよね、はいはい。で、僕はバクハミントってコンビを3年目ぐらいで解散して、3年目か、はい、2015年の10月15日に解散した。ドラマは2016年の1年だけです。はぁー。バクハミントの次のドラマ。ドラマ。そっちが、あ、そっちか。で、その後、何にもやらない1年半ぐらいは。で、芸人辞めるか辞めないか、まあ、ほぼ辞めるっていうふうに悩んでるやつと、一緒に M1 出て、最後に M1 出れてよかったのって、そいつがそのタイミングで辞めたりとか。はぁー。それで2018年、17年くらいの終わりぐらいに、相方、そうそう、ちゃんとやる相方欲しいなと思って、うん、ここに共通の仲いいやつが一人いるんですよ。はいはい、コンノってやつがいるんですけど、コンノさん、うん、に、あの、スギーが解散しそうだったら俺と組めって言っといてって言われてるんですよ。あ、そういう伝言ゲームか。そう、なんかそうです。直接解散して俺と組もうよっていう度胸なかったんですね。普通にライブもそれなりに出てたんで、うん、で、解散することになったんで組みました。はい、それと同時期に実家お茶農家なんですけど、はい、お茶工場なんです。そのお茶工場の経営もなんか右肩下がりになってる。合併合併潰れたんじゃない。伊藤園が母体のでかいところで、ああ、いやいや、そうですよね、静岡ですからね、出身が。で、そこからですね。ああ、そういったね。じゃあ、しっかりこう、お二人が膝を突き合わせて組んだんじゃなくて、そうですね、なんとなく、はい、組んだ後に、あ、毎日ネタ合わせやりたい人、あ、やりたい、あ、俺もやりたいから大丈夫で、ライブたくさん出たいよね、あ、出たい出たいみたいな感じで、ただライブはたくさん出てたんですけど、1回戦で2回負けて18年、しかも7年目で組み直してたら、まあ3回戦ぐらいパンっていきたいじゃないですか。でもまあそんな簡単な世界じゃないですけど、1回戦で2回負けて、で、なんかそこから、まあ、変なネタばっか作るかみたいな1年。ほう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 、そうでしょ、一撃必殺やんなきゃもん。なるほど、両方ネタかけますから、ここは。そう、一応二人で持ってきて、二人は持ってきてるんですよ、ね、持ち合って、はい、最初はお互いノートとか持ってきてなんかやるようになったんですけど、もうそれも面倒くさくなって、口頭で言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 って、あ、今日何もねえわって書いてはぁー
本当これちょっと言うのも恥ずかしいんですけど、俺クラゲの M1 を見てちょっと泣いちゃったんですよ。あ、マジですか。うん、今までなかった感情がぐっと湧き起こってきて、なんでこれ続けてこられたんだよ、2人は。そこには何があったんですかね。だってこの、みんなが先行って先行って自分たちの中で悔しい思いもあったわけじゃないですか。それは当然ありましたね。でもやっぱこう続けてきたっていうのはお二人の中で何があったんですか。でもなんかその周りの結果に見えない二人だけのなんか、ここ前より受けるようになったねとか、前よりもちょっとずつ自分らの中で成長はあったんで、まあ、ちょっと時間はかかるかもしれないですけど、まあ、上にはもうちょい例えばいけるかなっていうのが2人だったんです。見えてきてたのもありました。なんかで19年に準決勝行って、はい、でそのまでの意外でも言っても1年ぐらいじゃないですか、うん、クラゲで苦しむ、うん、で準決勝行った後にもう準決勝行った後はもうやめれないじゃないですか。はあ、だからダセえな準決勝行って一発パンチャーでやめやがって。でそこからの3年間準々決勝負けとかが意外としんどくなったからはありますけど、ね、そこからちょっと根性というか、根性でしたね。プライドみたいな。プライドです。なるほど。マジなめんなよって思ってました、ずっと。なるほどなるほど、ありがとうございます。すいません、このね結構書いてYCA の方が、はい、すいませんね、基本的な質問書いてあるんですけど、あ、もう全然すぐ答えます。なぜコンビ名をクラゲにしたのですか。ああ、僕はやっぱ水族館とか、まあ、海に行ってなんかプカプカ浮いてる、うん、キャラ的にもちょっとふわふわ、自分の客観的に見てそんな感じかなと思ってクラゲにして。あ、そのクラゲ、僕は長渕剛さんの西新宿の親父の歌に出てくるクラゲになっちまったなっていうところからクラゲってかっこいい。そういうまさ2人とも理由違うんですよ。理由違うんですよ。新しいタイプ。理由2人も確かにダブルビーム。ダブルビームなんですね。はい、いやちょっとね、これからもいろいろ聞いていきたいんですけど、今日はですね、はい、そんな13年前にお二人が NEC に入ってきた時に書かれた、はい、履歴書を、NEC さんが用意してくださって、そこにも出てないシリーズでございます。何て書いたっけ。まずは顔写真、はい、当時の。これ僕もまだ一つも見ておりませんけど、はい、どちらからいきますか。杉さん、渡辺さん、どちらからいきましょう。杉から。僕から、はい。はい、お願いします。じゃあ、いきましょう。杉さん。じゃあ、まず先にそちらにしますね。こちらです。うわうわうわ、あ、ほんと、頭もツン、ツンとして。おー、はい、これだ、これだ、これだ、このイメージだ。これ自分で切ってました。でも、自分でかい。これ、自分で切ってたんですか。はい。顔が歌舞伎役者っぽいよね。そうで、ああ NSC の時もよく松本さんに言われてました。やっぱり、俺13年たっても言ってないんですよ。同じ。変わってないですね、みんな。よかったです。渡辺さん、行きましょう。こちらです。あー、今も来てる。ジャージ役者。え？あんまないって、その、会話、服は変わる。え？これ、偶然ですか？いや、これ階段の時なんですよ。よく来てるんですよ。で俺これそのM&A アザーストーリーとかこれでベロベロに酔っぱなったりしてたんですけど、はい、まだ本当にあの時のこれをまだ、はい、顔と髪型変わって服だけ一緒あんまり。いや、サムネイル決まったなこれ。14年目 NEC の願書で着た写真の服を今も着てらっしゃる。今着てますね。今基本的に俺3枚の服で冬はルーティン回してるんですけど、それが昨日着てたハーフジップのやつがさすがに臭いなと思って洗ったんで今日これです。うわ、こんなことあんねや。ちなみにもう16年目ですね、この服が。すごいね、はい、すごいね。だからね、14期と同期です。服はね、服は14期と、はい、このパターンは今までなんて初めてですね。素晴らしいです。物持ちいいなぁ、クラゲは。物持ちいいなぁっていう話です、これ。じゃあ履歴書いきましょうか。どちらからいきましょう、履歴書は。じゃあ僕から。じゃあ杉さん、こちらでございます。順調ましていただきますね。はい、杉昇、22歳ですね。出身地福岡。職業、フリーター。将来の希望、テレビの MC をやりたい。自己 PR です。昔から人を笑わせることが大好きで、いつかそれを自分の職業にしたいと考えていたので、NEC 入学を決意しました。質素ですね。シンプルだな。もっと埋めようと思うんですよ。確かに。書いてる業の方が多い。確かに。これだからビジュアルで通ってるよ。ビジュアルで。あ、まあ、ビジュタンなんだから、ビジュタン頑張るよ、この時。で、将来希望、テレビの MC をやりたい。
そうですね。でもなんか逆に今その MC っていうよりちょっとそのひな壇みたいなちょっとだけ呼ばれること多いんで、はいはい、ひな壇の仕事がもう今一番楽しくてしょうがないですね。なるほどね。ライブとかでもかっこいいね、なんか結構みんなは最近 NSC で多いのはやっぱりアワード賞を取りたいとか言われてみたいな、結構ネタ志向の人多いんですけど、はい、割とタレント志向を感じますけどね。あ、そうですね、でも M1 はやっぱ見て入ったんで、まあ、みんなレッスンでそのタレントなりでも入ってきてますよね、この時のやつ。これは NSC の変化ありますね。変化ですね、期待の変化で。だって今 YouTuber になればいいじゃないですか。確かにね。でも漫才やりたいから入ってきてるとかネタやりたいから入ってきてるパターンですよね、NSC。確かに確かに。今だからそんなにもうテレビとか出なくてもいいです。M1 の賞を取りたいという。要は川瀬名人的な人が増えて、増やしちゃってんだ、あの人が。増やしてるね。大変だ。川瀬名人っぽいやつが増やしてるね。あと気になったのがですね、杉さん。人を笑わせることが大好きで、いつかそれを自分の職業にしたいと考えていた。はい、まあ、昔からやっぱりお笑い芸人志向があったと。あ、ありました。意外となんかこう見て、文化祭とかも漫才やったりしてて、はい、友達と、まあ、そういう、まあ、結構、あと野球部だったんですけど、この部室でなんかちょっとおちゃらけて、みたいな感じではあったんで、まあ、好きでしたね。脚本とかすごく書かれると思うんですけど、はい、あの当時からやっぱなんかそう自分で書いて、はい、みんなの全校生徒の前にやってるとか。ああ、でもそうです。でも書くっていうのもそんな大したあれじゃないですけど、なんかそうですね、やってましたね、みんなの前で。久々に自分で出てきて、杉の家行った時にその高校の時の野球部 の、その最後のなんか寄せ書きみたいなのあるじゃないですか、親からもらうと、その野球の技術1個も書いてなかったんですけど面白かったですみたいなおったおったそういう先輩、はい、技術で追いつけないんで何とか喋りで伝わるようとして最後の夏、スタンドで活躍してくれる先輩に、はい、ガッツで行くのは分かるけど、面白でいくやついねえんだよ、野球部。渡辺翔太さん、どんな感じか行きましょう、はい、こちらです。お、長く見せようとしてる。おい、ずるいぞ、最初の1秒。行間長いですよね。渡辺翔太さん、大学生でございます。学生普通の一挙。趣味特に、野球観戦、はい。指の関節が異常に音が鳴ります。これ恥ずかしい。当時から当時書いてあるんだ、バキバキ。将来の希望、完成度の高い漫才やコントが披露できる芸人になりたいです。 MC よりきついな。何がきついって、完成度の高いがきついな。完成度、自己 PR です、はい、私は何の取り柄もありませんが、どうしたんだよ。お笑いに対する情熱と執念だけは十分にあります。将来完成度の高い漫才やコントが披露できる芸人になり、一生芸人で生活していきたいです。よろしくお願いします。言ってることは薄いな。完成度をしますね。完成度は好きなんでしょうね。今年の M1 のネタ完成度はバカ高い。バカ高いよ。爪が細かいんだからね。せっかくなんで、ちょっと M1 の話、はい、万引きしたんだなっていうくらい。エントリーナンバーの時